せーの、ついに来ましたよ皆さん、ついにこのゲームをやる時が来ましたよ皆さん。そう、クロノトリガーですね。もうちょっと僕今オープニングの映像を見ただけで若干泣きそうになりましたからね。今このゲーム、そう、クロノトリガーです。もう名作中の名作と言われるこのゲーム、僕はまだやったことがないんです。むちゃくちゃ楽しみです。むちゃくちゃ楽しみ。ちなみにこのゲームはですね、1995年にスクウェアから発売されましたスーパーファミコン用の RPG ゲームになってます。そしてこのゲームの触れ込みはすごかったんです。ドラゴンクエストの堀井雄二さん、そしてドラゴンボールの鳥山明さん、そしてファイナルファンタジーの坂口博信さん、この三人が手を組んで一つのソフトを作ったと。もうこれはね、とんでもないことなわけですよ。でも今回はね、これをやっていこうかなと思います。まずは設定ですね。バトルモードはアクティブウェイト。一応これはまあちょっと難しいと思うんで、ウェイトにしときます。グラフィックスはオリジナルか高解像度。高解像度にしとこうかな。多分当時の映像は多分オリジナルなんですけど、今回一応高解像度で見やすくしたいと思います。インターフェースは、パッドとキーボードですね。いきましょう。さあ、始めていきたいと思います。名前を入力。クロノ。もうここはね、変えません。クロノです。この当時の感じがたまんないよ。あ、でもなんか結構多分綺麗に解像度多分アップされてんだろうな。割と見れるぞ。のどかな街っていう感じだね。いや俺ドラゴンボール好きだし、もうその鳥山明さんとかね、もう作品全部好きなんですけど、未だに実はこのクロノトリガーちゃんとやったことがないんですよ。クロノ、クロノ、クロノったら、いや
たまんねえ。あ、お母さんかな、ジーナさん、お母さんかな、これ。いつも寝てるの、いい加減起きなさい。寝ぼすけなのか、クロノは。ああ、リーネの鐘があんなに気持ちよさそうに歌ってる。これ、リーネの鐘は何かの伏線になるんだろうか。どうせ昨夜興奮して寝つけなかったんでしょ。まあ、建国千年のお祭りだから無理ないけど。建国千年のお祭りなんだ。あんまり調子に乗ってはしゃぎすぎるんじゃないわよ。そうだぞ、クロノ。お前、あんまりはしゃぎすぎると良くないぞ。さあ、いい加減起きなさい。起きろ、起きろ。ちゃんと起きろ。絶対お前も布団の中で立ってただろ、今。寝転んでなかっただろ、そこ。おー、すごい、ひょうきんだな。クロノさん、HP が70と、MP は7、あ、AP8 と。いきなりこう読み間違えるっていう感じで、これ、あ、ステータスとか見れないのかな、まあ、まだ。設定とかだもんね。編成でも、あ、これ、顔のマークも見れないだね。あー、めっちゃ走ってるわ。めっちゃ走ってる、めっちゃ走ってる。とりあえずさっき、お母さんかわかんないけど、やっと起きたのね。そうそう。幼馴染の発明好き。もうこれブルマですか？あら、ど忘れしちゃったわ。なんて言ったっけ、あの子。ブルマですか？いやいや、もう、ブルマやん。ブルマやん。画像もブルマやん、それは。あー、もう、ルッカさんなんですね。よろしくお願いします。そう、ルッカ。ルッカの発明見に行くんでしょ？ちょっと待って、これ。幼馴染の子供のことを忘れてしまうお母さんかなんかわかんないけど、まずそこ心配した方がいいような気がするんだ、俺。大丈夫かな？あまり遅くならないようにね。さあ、行ってらっしゃい。さあ行きますか、じゃあ。なんか調べるとかないのかな？調べれるものは特にないのね。あー、なるほど。これスーファミのゲームなんだね。スーファミのゲームとしてはなんかすごい全然綺麗ですね。なんか普通に。なんか調べれるのかな？あ、一杯おごってもらえないかしら？しょうがないな。おごってやろう。ありがとう。俺に一曲プレゼントするわ。マジか。悲しいな。マジか。それキーボードだったんだな、ピアノじゃなくて。キーボードだったんだね、これ。伴奏以外に違う音聞こえてきてるからね、これ。終わんないやつ、これ。長いよ。動けるのね。すいません、なんか俺ずっと聞いていなきゃいけないのかなと思ってたじゃん、これ。あら、いらっしゃい。ゆっくりしていってね。なんて言っても無理よね。私も早く仕事終わらせて、祭りを見に行きたいわ。そう、お祭りやってるからね。千年祭には行ってきたがまだ行ってないんですよ。え、早く行ってこいよ。この国ができて、今年で千年ってお祭りなんだぜ。ここから北にあるリーネ広場じゃ、今頃いろんな店が出ていて、そりゃもうお祭り騒ぎってやつだな。もう行きてー。お泊まりは15ゴールドです。お泊まりは別にですね。では、いつでもどうぞ。上は、あー、なるほど。先日地震があったの覚えてるか？いや、覚えてないです。そうか、のんきの坊やだな。まあいいや。そうか。それだけなのか。まあいいやで、ね、済ましてくれるんだな。さあ、民家の。毎度お騒がせ娘、ルッカが千年祭り会場で世紀の大発明をするって宣伝してたぜ。マジか、行かなきゃいけないな、これは。私ね、今が一番幸せな時、そんな気がするのは結婚したのかな、この二人は。そういうことなのかな。素敵じゃないか。素敵な二人だ。こっちは、グッズマーケット。リーネ広場にて出店中。あ、なるほど。ここにはいないのね。オッケー。そして、こっち側は、ここは民家。ここは何があるんだ？ね、知ってる？ここガルディア王国ができて、今年で1000年、現ガルディア王、つまり今の王様だけど33代目なのよ。で、その王様の悩みの種は、一人娘の王女様。なんでもすっごいおてんばなんですって。多分今頃は、お城の中で私もお祭り行きたいなんて大騒ぎしてるんじゃないかしらね。そうなのか。お祭り騒ぎしたいなって思ってるのか。お祭り騒ぎしようぜ。1000年に1回なんだから。行きたい。ああ、いいですね。ちょっと、ここですかね。リーネ広場、行きましょう。はい。おお、若者よ。今日は我が王国の千年祭りだ。存分に楽しんで行かれよ。おお、そうか。あ、なんかこの辺はなんかよくわかんないけど。買うの、ポーション、万能薬、アテナの水、シェルター。いらないです。ポーションめっちゃ買えるじゃん。10ゴールドだし。ここはリーネ広場。リーネの鐘の音を聞けば幸せになれるって言い伝えがありまっちゅう。ああ、なるほど。ちっちゃい女の子なのかな。道着とブロンズメット。これ買っといた方がいいのか。買っとけるな。買っとこうか。買ってつけとこうか。そんなら。いきなり、なんか、全く誰とも戦ってないけど、いきなりそういう感じなのね。いきなりちょっとなんか、防御力が上がる感じか。ルッカがまた、鍛冶屋の親父さんと怪しげな発明品を作ってるそうね。この間見たく、いきなりドカンってなことにならなきゃいいわね。なっちゃうことあんのか。それはまずいな。ここのおじさん、アクセサリーなんかも買い取ってくれるそうよ。そうね、ペンダントなんかも売れるかしらね。前回の勝者は、鉄仮面ランナーです。予想するかい？しようか。うっちゃれダイナ。わからんけど。いけ！うっちゃれダイナ！どれがうっちゃれダイナかわからんけど。練習さ、黙ってみたな。もし予想したら張っている全員がそこに揃った時に俺に話しかけな。今、来
て、やったね、シルバーポイントカード20ポイント貯めて、あ、当たったの今の。あ、この左、この左から2番目のところがうっちゃれなのね。今日の鉄仮面ランナーは何かやらかす予感がするぜ。おお、ギャンブラーだな、お前。世にも恐ろしい見せ物小屋だよ。今、お前さんのシルバーポイントは20点だ。このシルバーポイントはこの小屋の中でしか使えないよ。勇気を試したいなら中にお入り。試してみようか。ああ、なになになに？ようこそ、ノルシュティン・ベッケラーの実験小屋へ。今から世にも恐ろしいショーが始まる。マジか。どうなるんだ。ゲームが突然落ちるとかか？シルバーポイントカードいくら払うかい？じゃあ10ポイント。お。何が大きいの？ビッグスです。お、ビッグス。ウェッジ？ウェッジです。やっぱり。真ん中は？ピエットです。ああ、ちょっと知らない人出てきた。ビッグス渡る。そういうこと？この人かな。ピエットです。残念でした。そういうことか。急にそんなんされるとか俺わからんやん、それ。ちょっともう一回行ってみようか。そして、ビッグス、ウェッジ、ピエットね。ビッグスです、ウェッジです、ピエットです。オッケー。ピエットとウェッジが右、ピエット、おお、わからんくなった。ピエット一番右、一番左、ピエット。ビッグスは誰だ。うーわー、これ一番左ピエットだよね、多分。真ん中右かな。ビッグスです。来た、当たった。バレちゃいましたか。よかった。ポヨゾー人形お部屋に飾ってね。いらねー。いらないけど、どうしよう。もういいか。僕知ってるよ。何百年か昔、魔王軍とすごい戦いがあったんだって。もしその戦いに負けてたら、今こんなお祭りはなかったってうちのママが言ってたよ。あ、そうなんだ。猫ちゃんかな、これは。あとはなんかないかな。調べれるものとかないのかな。おばあさん。思い返せばこの国にもいろいろなことがあったからね。400年くらい前の魔王軍との戦いとかさ。あんたも今の平和に感謝しなよ。ありがとうございます、おばあちゃん。でもちょっとそこをどいてくれないと僕出れないんです。あ、おばあさん、おばあさん、そこをどいてくれないと私は出れない。よし、正面に立ってボタンを押しな。動き出したらタイミングよく B だ。え、正面でボタン、動き出したらタイミング B。 いいのね、それでね、多分ね。走ってる人はレース中、話しかけても返事してくれない。オッケーオッケーオッケー。もうとりあえずじゃあこれで一旦ここの中の人たち全員に話しかけたんじゃないか。じゃあ行こうか、上に。続きまして、お、痛い。キャー、痛いじゃないか。痛ー。これは、あ、もうすごい、もう倒れてるけど大丈夫。少女、あなたはすごい耐久力が高いのね。ごめんなさい、大丈夫？絶対広いんじゃん。あら、ペンダントが。あれれ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 。右上に落ちてますけど、あ、これかな、これですか。ありがとう、そのペンダント私のよ。古ぼけてるけどとっても大事なものなの。返してくれる？まあまあ返しますよ、それは。私お祭り見に来たんだ。ねえ、あなたこの町の人でしょ。一人じゃ面白くないもん。一緒に回ろうよ。いいでしょ。ねえねえ、おー、ナンパか、ナンパか、それは。いいよ、一緒に回ろうか。わー、やったー、かわいいな。あ、名前言ってなかったね。私は、ほらもう仲間じゃん。マールっていうのか、結構気が強そうだな。マールさん、よろしくお願いします。こんばんは。マールっていうの。あなたは黒野か、いい名前だね。よろしくね、黒野。さあ、早く行こう。オッケー、行こうか。あ、後ろついてくる系のスタイルか。なるほどね。じゃあ、ワン、私たちの猫が、猫ちゃんがいるの？猫ちゃん、ちょっと待って。じゃあ、猫ちゃん探してきてあげようかな。猫ちゃん？猫、猫、猫。猫いるから。あ、これか！こいつか、もしかして。これじゃない？あ、お？今のでいいの？え？今のでいいの？本当に。これでもう一回声かけてるの？私たちの猫、あ、ダメじゃん。私の猫が、私の猫どこにいんのよ。私の猫いないじゃないの。さっきのじゃないの。これなんだ。お弁当食べ元気になった。あ、お弁当食べて元気だったな。うふふ、黒になって食いしん坊ね。あ、なんかすいません、なんかいただきます。ルカが開発した二足歩行ロボットゴンザレスと戦い方がこの奥へ。勝てばシルバーポイントもらえる。ちょっとその前に猫ちゃんよ、猫ちゃん。あ、お、食べちゃった。え、そうだよね、これ多分。その包みはオラの母ちゃんの弁当だ。元気もりもり、オラ毎日楽しみにしてんだ。え、食べちゃったじゃん。ごめん、おじいさん。ごめんね。ちょっともう、お腹いっぱいになっちゃった、俺。悪いな。何言ってんだ、俺。猫ちゃんいないじゃん。え、猫どこにいるんだろう。いえ、ここだけの話、我が国の王ガルディア王は娘のおてんばぶりに頭を抱えているそうじゃ。しかしどこまで おてんばなのか、一遍その王女様とやらを見てみたいもんじゃの。絶対こいつだろ。絶対この女の子でしょ、王女様。どことなく気品があるような気がしてきたわ、そういえば。隣に立ちな、飲み比べ B 連打だ。え、よーいどん。え、 B ボタン連打。あ、こっちか。
やったね、シルバーポイント5ポイント。何でも一生懸命なのね、来るのは。任せろ。私たちのね、猫どこにいんの、猫。猫ちゃんはこっちか。ちょ違いそうだな。熱いリズムだね。あんたも YXRBLB で踊りなよ。ちょっとわかんないです、すいません。ダッシュで走り回ってたら疲れちゃって、でも踊り見たらまた元気だよって。あ、ちょっと待って、踊りもうちょっとしっかり確認しようか。原始のリズム、あそういう感じ。いや、そういう感じなんですね。あ、なんかちょっと踊れるみたいな。もうでも大丈夫です。ないな、猫どこにいんだろう。絶対これ猫ちゃん探せるイベントでしょ、これ多分。手前かな、戻ってみるか。もしかしてあの走ってたやつじゃないよね、このほら、この猫。これ違うのかな。ちょっと一回戻ってきたら声かけてみるか。どうなんだろう、あの猫、あの子供がなんか探してる猫なのかな。そうだったらなんかちょっと声かけといた方が良さそうな気がする。戻っといでよ、早く早く戻っておいで。早く戻っておいで。君ビリッケツだったじゃないか。あ、意味ないな。いいえ、あ、ダメだ、猫いないわ。じゃあもう諦めるか。あ、左行ってないです、そういえば。あ、いるじゃん、まだ。これじゃないの、こいつじゃないの。わからん。鉄仮面、あ、ここじゃないんだね、鉄仮面。鉄仮面戦いたくはないんだけど、別にしゃあない、戦うか。あー、ゴンザレース、俺は強い、俺に勝ったら15ポイントやりますか。ぶち殺す。お戦う戦う、痛い、おい、痛いじゃん、痛いじゃん、痛いじゃん。どういうシステムなのこれ。すごい、めっちゃ攻撃されるけど。あ、なるほど。あー、なんかあれなのね、 ATB バー的な感じのシステム。技あ、ないな、何も。あ、勝った。経験値10を手に入れる。分かりづれー、分かりづらいよ、だいぶ分かりづらいよ。でも勝ったんだ今ので。あんたは強い、あんたはすごい、だからあげるよ15ポイントっていう感じだよ多分ね。ありがとうございます、ごちそうさまです。15ポイントいただきます。なんかさっきの猫だけすごい気になるけどな。まあいいか、もうしょうがないか、諦めよう。あ、いるわ。あ、そういうこと？声をかけてついてこさせるってことか。なるほどね、順番があるのね。いや、もう任せてよ。じゃあほら、もう猫ちゃん連れてきてあげたから。よし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 、ほら、私の猫連れてきてくれてありがとう。お、任せとけ、黒の優しい。あ、任せてくださいよ、もうそれは。もう優しいでしょ。ああ、優しいのよ、クロノは。そうなのよ。まーる。この先準備中さ、広場で一通り遊んでからまた来な。でも遊んだんだけどな、一通り。今、あなたのシルバーポイントは20点。シルバーポイントを10ポイントを50ゴールドに変えるか、いらないです。一通りしたけど、もう。買う。ブロンズメット。お金ないけども。ルッカの完成が、発明がもう完成したよ。広場をずっと奥行ったところで、おお、来た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 。ルッカ、発明品が完成したんですね。行きましょうか。待って、キャンディー買っていくわ。いいよ。キャンディーか、デートじゃん、完全に。ちょっと待って、急がないで、すいません。急がないです、じゃあ。一皿行ったわけじゃありません。そんな腕引っ張りながら、すいません、なんか、もうちょっと見ていたいんですね。おばさん、これちょうだい。あ、いいよ。あー、そういうことね。お待たせ。いいんだよ、祭りは楽しいの。ところだんた知ってるかね、さっきのやつだね。あ、もうそれ大丈夫です。多分この後ろについてる子が王女様なんですよね、大体。そうよね。さあさあ、お時間と勇気のある方はお立ち会い。これこそ世紀の大発明、超次元物質転送マシン1号だ。やばそうだな、完全に。早い話が、こっちに乗っかると、こっちに転送されるって夢のような装置だ。なるほど、こいつを発明したのが頭脳明晰彩色兼備のこの檻の一人娘ルッカだ。ブルマね、完全なるブルマね。動けるようになってた。転送ってなんだ。
ルッカの発明のことだからまた何かやばそうな匂いする。物が瞬く間に移動するって話じゃ。クロノ、あ、どうもです。待ってたわよ。誰もこのテレポットの転送に挑戦しないんだもの。こうなったらあんたやってくれない？面白そう、やってみなよ。私見ててあげる。とんでもない喜び方してたけど今。左のポットに乗ればいいのよ。仕方ないな。じゃあ乗ってみるか。スイッチオン、ブイーン、エネルギー充填開始。そして消えて、それでも発明できたらすげえぜマジで。おお、グレート。本当に大丈夫なんですか？どう、驚いた？なんだったらもう一度やる？いやー、もう一回は大丈夫っすね。あ、そういうこと、あの、死ぬかもしれなかったってことじゃないの今。大丈夫それ本当に。もう一回はちょっと怖いんで大丈夫です。面白そうね、私もやる。へ、ちょっと黒野、あんたいつの間にこんな可愛い子口説いたのよ。いや任せろお前、口説かれた方だぞ俺は。ねえ、いいでしょ黒野、ここで待ってて、どこにも行っちゃやだよ。いやちょっとね、そんな急にグイグイ来るじゃん。さあさあ、挑戦するのはなんとこんなに可愛らしい娘さんだ。さあさあ、どうぞこちらへ。行っといて回る。えへへ、じゃあちょっと行ってくるね。大丈夫か？やめるんだったら今のうちだぜ。へっちゃらだよ、全然怖くなんかないもん。え、マール可愛いな。危険な匂いしかしないけど、だって BGM 止まったもん。よし、オラゴク、可愛い子ちゃんに逆ナンされたと思ったらとんでもねえことになっちまったぞ。あれ、もしかしておめえどっかで会ったことねえか？次回クロノトリガー飛んで走って400年、王子様はそっくりさん。次も絶対見てくれよな。